始まってしまいました。中島みゆき糸をこれから歌うんですけれども、この歌はですね、かつてわっちがケツに粉瘤というもおできができた時に、手術をいたしまして、糸で縫われた日に歌っていた歌でございます。わっちのケツを思い浮かべながらお聴きください。なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語、手の糸はあなた。よ、この糸はわっち、織りなす布は、いつか誰かを温めうるかも知れない。なぜ生きてゆくのかを迷った日の後のささくれ、夢を追いかけ走って、転んだ日の後のささくれ、こんな糸が何になるの、心もとなくて震えて手の糸はあなた。よ、この糸はわっち、織りなす布はいつか誰かの傷をかばうかもしれない。何の傷でしょうね。これ意味変わってきますね。たての糸はあなた。よ、この糸はわっち、会うべき糸に出会えることを人は幸せと呼びます。本日は夕霧スイッチ配信にお越しいただき、誠にありがとうございます。こちらのスイッチはですね、 Amazon プライム会員の方であれば、追加料金なしでサブスクに加入できるという、まさに令和の錬金術といったサービスでございます。ぜひね、皆さん Amazon プライム会員、加入していらっしゃる方はプライムゲーミングと検索いたしますと、プライム特典についてのあれこれ出てくると思いますので、ぜひそちら検索していただき、夕霧のスイッチに遊びに来ていただければと思います。夕霧のスイッチアカウントは、ローマ字でオイラン夕霧、夕霧は YUGIRI 夕霧でございます。ぜひこちら皆さん、お誘い合わせの上お越しください。高級オイラン夕霧が皆様のご来店お待ちしております。お待ちしているで